はい、調査の結果、あの少女も請求列車の七死人で侮れない実力者だということが分かりました。スコートさん、この影は少しリスクがあるのでは。リスクを恐れてどうする。お前は戦略投資部の大物たちを見たことはないのか。彼らはリスクのない取引はしてないだろう。私の前で弱そうなふりをして驚かせようとする魂胆だったか。おい、この付近で最高のメカを調達してこい。わかりました。在庫のメカを検索しています。15日短期集中コースを受けた弟子とやらがどれほどの実力を身につけてくるのか見ものだな。今日の稽古はここまでにしましょう。後で少し復習しとかないとね。稽古が多すぎたらサボっちゃうからね。
うすればいいんだろう。あれ？かなり収穫があったよ。うち本当にお疲れ様。こんな技まで身につけちゃうなんて、さすがうちだね。10人と収穫があったよ。うち本当にお疲れ様。
また新しい技を学んだよ。今度試してみたいな。意見を聞かせて。あれ？今日の稽古はここまでにしましょう。あとで少し。今日は2回目の試験だよ。今回の試験監督は私。あなたの奇策で敵に勝つという能力を試す。おじいちゃんが剣に決まった型はないって言ってた。この広大な世界は全てが剣であり、全てが剣の技。短期間で敵に勝つ実力を手に入れたいなら絶技を身につけないといけない。絶技といえば烈焰濃茶を用意してあるよ。え、金人公のあの烈焰濃茶？そうだよ。これはある元気の話なんだけど、英雄が烈焰濃茶を飲んだ後体が震え出して千鳥足になったの。そしてその英雄はよろめきながらもデタラメな水拳で父親の敵を撃ったんだから。真似をするのはいいけど、あなたは水拳を使えるの？使えないよ。でもこの烈焰濃茶を飲めばできるようになるんじゃないの？美月さん、元気と現実は違うよ。水拳が使えなくても他にも学んだ技があるんだから。水木さんは最近あちこち回っていろいろ経験したって聞いたけど、それがどれくらい剣技に応用できているかはこの目で確かめるしかないね。美月なのか。今回の相手はカンパニーのメカに近いよ。双剣を構えてしっかり立ち向かって。スケジュールによると今日試験があるんでしょ？準備はバッチリできてるよ。